ただいまよりオープニングファイトディープバンタム級5分2ラウンドを行います。青コーナー、コア王子豊島小原タック。赤コーナー、リバーサルジム東京スタンドアウト山本アリヒサー、レフリー内田隆介。オープニングファイトはバンタム級 61.2 キロリミット5分2ラウンドマッチです。画面左側、小原拓35歳、現在2連勝中。前回は小金地龍太にリアネキドチョークで一本勝ち、こちらですね。さあ対して、これ髪の毛金髪に染め上げているのが山本有人28歳。ラウンドワン、こちらは昨年10月プロデビュー、1勝1敗宮島睦月に判定で敗れましたが、今年2月ディープで岩見亮に判定勝ち。テイクダウンで強いところを見せています。お互いオーソドックススタイル、左手を前に構えて右のストレート、山本が放っていきます。さあ牛久選手、まあ、このあたり打撃どんな風にお互い距離感測るかですよね。そうですね、最初から山本選手があの距離を詰めて、はい、自分から、打撃のペースをつかもうとしています。まあ、今スイッチもしてますね。そうです、ね、はい、詰めていった。ここバックコントロール、山瀬選手早い段階でこうやって見切りましたね。そうですね、自分さっきあの小金地龍太っていう選手名で頭いっぱいになっちゃってるんでそこですか、はい、いやでも、まずあれですね、お二人まだそこまで選手歴が、うん、まあ、あの深くないというか、はい、あの何戦かしかしてない方だと思うんですけど、その戦績で後、まあ、楽園っていう大きな舞台で試合できるっていうのは本当にあの持ってるなというところもあると思いますし、なんかその舞台にもしかしたらちょっと緊張しちゃってる するかもしれないんですけども、そのあたりでちょっと影響が出るか出ないかってところもちょっと気になりますね。長谷川選手、本当にもう余分な力入るか入らないかって本当に大きいですもんね。そうですね、あの山本選手の壁ですがいい感じで攻めてるなっていうのを、はい、ね、今シーンと見てました、うん、頭の位置とかいいですね、すごい、ね、ここからボディロックでテイクできたらあのゲーム作れていくのかなと思います、はい、まだ時間は3分半あります。ここでシッティングの状態まで追い込んでいきます。まあ、山瀬選手、こうやって山本が変わらずずっとこう食らいついてってことですね。そうですね、山本選手があの先ほど長谷川選手も、長谷川さん、長谷健さんもね、うん、はい、長谷健さんもあのおっしゃってた通りいい形でクラッチを組めているので、はい、あの小原選手がそのクラッチをしっかり解除できずにずっとコントロールされてしまったっていうのがここまでの流れですね、はい。まあ、下になった小原選手は27歳から格闘技歴スタートしました。まあ、中学生時代、学生時代だいぶこう荒れた時期も過ごしてきたなんていうふうにも伝えられています。下から足上がってきます。ここ特に左足、牛久選手、まあ、抜きましたね。でもここ山本、はい、そうですね、でもまあしっかり小原選手もテイクダウンされても下から三角で攻めたり、はい、十字を仕掛けたり、はい、しっかりと展開作ってますね。もうありますね、下からというのも十分、はい。まあ、ファイティングネクサスでも1勝1敗というのがこれ黒いトランクスの小原です。小原現在35歳、28歳山本、パンチのモーションにはワンツー、それから右左山本が放っていきます。まあ、山瀬選手ちょっとこう大振りになりすぎるとっていうところもありますけれども、そうですね、まあ、やっぱりただまあやっぱり硬さを取るためには、はい、とにかく振っていくっていうのも一つ手段だとは思うんですよね。何も出せないよりはとりあえず振ってみて、はい、体をほぐしていくっていうのも一つ手段だと思いますね。牛久選手どうですか、そういうところありますか、やっぱり。そうですね、やっぱりでもオーバーハンドとかも当てるためにはやっぱり細かい攻撃も大事なんですけど、やっぱりこう、はい、手数を出すっていう面で、しっかりと体をほぐしていくっていうのも大切ですね。はい、はい。まあ、小原が今右のストレートからこうやって組んでいきましたが、左脇差しているのが山本。また長谷健さん、こういうところでですよね、山本選手がこうペース握ってくると。そうですね、2人とも打撃がちょっと見たら反応できない距離でしか振ってないんで、見てる方はちょっと怖いなっていうところと、山本選手がケージレスリングが上なのかなって、はい、倒した後にすぐ頭上げたりすればもっと簡単にコントロールできるのかなと思いますけど、
山瀬選手今うんうんってうなずいていらっしゃいましたね。そうですね、ちょっとこの壁際の展開っていうところについては、はい、山本選手の方が少し長けているのかなというのがここまででは思いますね、うん、実はちょっと小原選手が受け身というか、はい、まあ、一回こう倒されてから反応するっていうような形が序盤見えたので、はい、ね、もう今本当に世界中のいろいろな選手がもう早く早く仕掛け手数って、ね、傾向ありますもんね。もうなんかそのまま自分の勢いで飲み込んでしまうみたいなのがある種勝ちやすいパターンなのかもしれないですね。はあはあはあ、牛久選手そういうところ研究されてたりします？やっぱりそうですね、やっぱりいかに自分のペースを早い段階で持っていくかっていうのがやっぱり大事だと思いますね。やっぱそれにはやっぱり打撃での距離感も大事になってくるので、はいはい、ここ近いですね今。近いですね、殴り合わないです、はい、どっちかひっくり返りそうな気がします。うん、まだスリリングな状態ずっと続いています。前蹴りで山本この背中です。残り10秒切りました。プレッシャーをまたかけてくる。さらにさらに前進、うん、山本を中心に小原が回る。この展開で第1ラウンド終了しています。さあ牛久選手に印象から伺いましょうか。そうですね、やっぱり山本選手がプレッシャーかけてテイクダウンするっていう場面がすごくよく目立ってましたね、はい、2ラウンド目もこれを続けていけばいいんじゃないかなと僕は、はい、思いますね。このままでいい、はい、山選手いかがでしょう。はい、そうですね、牛久選手おっしゃった通り、はい、1ラウンド目はもう山本選手がカベレスを中心に作っていたのかなと思いますので、はい、なんかまあ小原選手としてはもうちょっと打撃ですとかそのあたりに活路を見出すためにも、はい、なんですかね、こうお互い見ないで打ち合うのではなくてある程度相手の動きをコントロールするような打撃というか、うん、見せて相手に避けさせて、はい、次の展開につなげるとか、そういう動きをできたらより展開を変えていけるのかなと思いますね。さあチェンジオブペース第2ラウンドにあるかどうか。まあしかし長谷川選手ちょっと対戦したことのある山瀬選手と牛久選手にこう質問同時にこうやってするってちょっと妙なプレッシャーあるんですけど、ね、山瀬もちょっと当たり障りない話しかしてないですね。何をさあ第2ラウンドとなりました。いやこれ難しいですね、3人で解説、はい、プラス長谷健さんっていうのは何ですかね、はい、自分が喋ったことに対して牛久選手が気を使いながら喋るっていうのがすごくここはそんなお話の中感じてくるんで、そうですか、まあそこをいろいろですね、なんとかしながら進めていきたいんですが、今組みついていって右腕こう刺して山本の方がまたでもこの体勢に、そうですね、また1ラウンドでもやったようなことをもう一度牛久選手おっしゃった通りやろうとされてるんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、組み力っていうところで牛久選手やっぱり山本の方はもうこういうパターンだな、プランだなっていう風に見えてきますね。そうですね、逆に小原選手は自分から脇を差し返して、展開を作りたいですね。このままだと山本選手のペースになっちゃうんで、はいはい、自分から展開を作って自分のペースに持っていきたいですね。まあ、ボディへコツコツと左のパンチもありました。黒いトランクスが小原拓です。これが4戦目、左脇、これ腕で刺していった山本、山本が3戦目。ちょっとそうですね、小原選手が簡単に相手にクラッチ作らせすぎてしまっているので、はい、もうちょっと脇を絞ったりですとか、角度変えたりして防ぎたかったですけど、はい、そうですね、作られちゃいましたね、うん。まあ、こういう体勢に至るまで長谷川選手、まあ、本当にもう全神経集中してやってるわけですよね。そうですね、でも若干ちょっともう止まっちゃっててお互い休む感じになってますね、カビリアは。小原選手もさっきは頭の位置とかちゃんと刺してる方に入れてたんですけど、はい、それ疲れたのかやめてますよね。あ、そうですね、これだとしづらいのかなっていう、はい、投げを打つとかしかなくなっちゃうと思います、はい、ちょっとどっちも疲れたかもしれないですね、少しこの展開に疲れたのかもしれないです、ね、はい、一気に下半身片足へ、まあ、両足に行きましたかね。そして今は結果右足にアプローチということになりました山本。またこうやって牛久選手頭下げて、まあ、辛いところ行くわけですよね。そうですね、まあ、でも山本選手も結構ネックロック気味に、はい、投げようとしている場面もあったので小原選手もそういう好きじゃないですけど、はいはい、そういう時にバックを回ったりとか、ね、なんかそこで展開作ってもすごくいいのかなと思いますね。外刈りの要領もありましたが離れています。打撃でか、いや組んでいった小原、
まあ、疲れもあるでしょうけれども、小原の方が今度はダブルレッグ、ランジ作れましたね、崩れてまた立ち上がるとバックコントロールに移ってきます小原です。まあ、おんぶ状態になった、前に落としたい山本、ここは長谷川選手大事な時間やってきましたね。だいぶちょっとなんか手順すっ飛ばしてるのが怖いですけど、はい、そうですか、はい、うん、でももう入りましたね。でもリアネキドチョークの体勢に移っていきますね。さあ山瀬選手残り2分どう使うかですね、はい、だいぶ今の展開は見栄えが良かったと思うので、はい、ジャッジに対しても、まあ、判定に行ったらですけども、かなり効果的なアピールだったんじゃないかなと思いますね。このラウンド、はいはい、落とされずにもう1回ぐらい仕掛けの形を作れたら、さらに盤石かなと思います、ね。はい、まあ、まだバック捉えたままですもん ね、 そうですね。この形から左の手引き寄せているのが山本、残り1分半です。牛久選手この局面どうですか。そうです、山本選手も、はい、しっかり切って自分の展開に持ってきたいですよ ね、 そすね。このままだとちょっと印象も良くないので、はい、あ、切ってくる、お互いしんどい展開だと思うんですけど、ここは頑張った、はいはい、頑張った方が有利に進むために、まあ、本当にこう瀬戸際ってことになってくるんですね。そうですね、ここはい、お互いの右、両足タック、ナイステイクですね、はい、小原が、あ、もうちょっと頑張りたい、もう壁まで押し込んじゃっていいと思います、ね。そうですね、はい、もう一回ダブルに切り替えたりとかシングルで引っ張り出したりとかして崩したいですけど、あ、山本選手もしっかり相手の股の下に通してディフェンスをしてますね、はい、あ、それも外れた、そしてまた立ち上がっています。山本選手ここ頑張りどころですね、受けない方がいいですね、うん、外れましたね、はい、再びスタンド、お互い殴り合いからちょっとこう小原がそうです、まあ、視線を、はい、ね、外しちゃってるので怖いですけど、そこに右ストレートから左の福山本、あ、長谷川選手殴り合いになりましたね。怖いですね、お互い見てないから倒れるかもしれないですね。まあ、これビッグヒットがあればという展開、飛びさん、あったあった、そして終了間際点つい点ついしたから足を上げてくる小原でした。小原選手は最後仕掛けたいですね、形作って形作りたい、攻めて腕十字の形に持ち込みたい、その左腕捉えているですが、ここで試合終了。さあ山瀬選手、はい、展開また一山ありましたね。そうですね、一気に最後どんでん返しじゃないですけども、はい、大きな山場を作ってきましたね、山本選手は。牛久選手にも伺いましょう。最後ちょっと疲れてたのもあって、ちょっと頭下げ気味に殴り合ってたんで、はい、やっぱりそこで下から の飛び膝もらっちゃいましたね。長谷川選手、これは見ていたことがぴったりっていう風になったんじゃないですか。ひっくり返しましたね、ライジンの牛久選手を見てるようでした。飛び膝に、どうですか、それその言葉聞いて。いや、綺麗な山本選手、しっかり練習されてるなと思いますね。はい、そうですか。さあ判定です。20対18、赤山本、20対18、ジャッジ豊永、20対18、赤山本、同じく山本、20対18、赤山本、3人目もそう、3対0をもちまして勝者3対0、三者とも20対18。いや、今胸板に小原がバチンと叩き込みましたが、共に笑顔です。さあ牛久選手に伺いましょう。分かれ道だったり思ったことどうですか。そうですね、まあ小原選手もまさかそこで飛び膝来るとは多分思ってなかったんだと思いますね、はい、そうですか。山瀬選手いかがでしょうか。はい、まあ、打撃の展開が最終的には肝になってしまったのかなと思っていて、お互いこう、はい、結構見ないで振り合うっていうのが長く続いたんですけど、それでやっぱりお互いこれでなんとなくいいかなって思っていたところ、山本選手が一つアクセントを入れてきたことが大きく効いたって感じですね、はい、一つ違いを見せました。 そうですね、その一飛び長谷川選手、はい、まとめていただきましょうか。やっぱり見ないで打撃打つ避けるっていうのは、はい、運の要素が強くなってしまうんで、はい、ちゃんと練習してるんだ、見て、はい、殴る避けるっていうことはしなきゃいけないんだなっていう勉強になった試合でした、っていう感じでまとめましたかね。ありがとうございます、はい。まあ、本当に改めてってことですよね、はい、当たり前なのかもしれないけれど、相手をしっかり捉えて殴られる瞬間でもパンチを見てるっていうのは大事だなっていう。あ、まあ、そしてここでは飛び膝が冴えました、まあ、組んでのコントロールもですね、山本有人長けていました。これで2連勝です。